パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。対空車両定期便のお時間です。はい、今回ご紹介するキットはこちらです。サイバーホビードイツ軍 T34 対空戦車です。はい、すみません、白箱です。はい、ただこのキットもこういうふうに再販されてますんで、はい、ご安心ください。はい、買えます。車両はですね、もう見たままですよね。はい、老化した T34 に、まあ、無理やり4連装の20ミリ機関砲をくっつけちゃったっていう車両で、第653重戦車駆逐大隊所属なんですけど、まあ、現地回収っていうことになってるんですけど、まあ、見る限りはもう砲塔ついててこれ旋回するんで、まあ、現地回収の域はもう完全に超えてますよね。はい、この大隊はエレファントですかね、あの辺の車両を、まあ、運用してて有名な部隊なんですけど、この他にも結構こういう変態車両いっぱい持っててですね、パンター戦車、あれに機関砲をくっつけちゃって対空車両にしたりとか、あとベルゲパンターですね、はい、タイガーとかパンター戦車、あれをまあ回収車にしちゃったようなものとかいっぱい持ってて、まあ、それで有名なんですけど、まあさぞかしその整備中隊ですか、はい、そこには、まあ、有能なクルーが揃ってたんだなっていう感じですね。はい、で今回このキットを選んだのは、まあ他にも理由があってですね、まあ、ぶっちゃけモノドラゴン絡みです。はい、もう皆さんモノドラゴンラインナップご存知だと思うんですけど、 T34、 はい、僕はドラゴンの T34、まあ、ずっと欲しかったんですけど、結構ね高くて買えなかったんで、まあ、なんとか欲しいなって思ってたらたまたま出たんで、はい、まあそこで予約はしましたけど、まあキット自体はまだ全然見てないんで、まあ、それも合わせてドラゴンの T34、はい、まあ首から下はねこの戦車 T34 なんで、ドラゴンの T34 見ていただくのもいいかなと思って選びました。はい、ではもう早速中見てまいりましょう。組み立て説明図です。いつものボードですね。マジックトラック、クリアパーツ、デカール、エチングパーツついてます。これは、まあ、車体のパーツですね。あと、対空砲のパーツが一部入ってますね。車体のパーツですね。これは車体のパーツと、はい、あと対空砲のパーツですね。これはもう砲塔ですね。車体のパーツですね。はい、これも車体のパーツ。箱組み済みの下部車体、これはサスペンションですね。はい、あとまあ予備の燃料タンクとか車体のパーツが入ってますね。これは天輪類ですね。車体のパーツです。パーツは以上です。組み立て説明図です。はい、表紙はパーツ図で、結構まあ使わないパーツはね当然あるんで、見かけのパーツが多いんですけど、当然ドラゴンのキットね組まれる方はパーツチェックすると思うんですけど、これ一応チェックした限りは、見かけがついてないのに使わないとか、うん、逆もあるんで。まあ本当に丁寧にチェックすることをお勧めします。はい。はい。まあ、いつもの作業ですよね。はい。はい。注意書きとからしてですね。はい。組み立てスタートで、まあ、天輪からですね。基本全部貼り合わせで、ロードホイールと、スプロケットですかね。これは。これ、誘導輪かな。こっちは。ポリキャップ貼りで、箱組み済みの車体に、まあ、クリスティのサスペンションのスプリングですよね。中側組み込んで、
スイングアームをつけて、まあ、天輪類をもう貼っちゃってますね。はい。まあ、まあ、もともとね、オリジナルのね、戦車もすごいシンプルなんで、はい。で、これは、底面パネルとリアパネルの工作で、これですね、はい。リアのあのエアインテークのとこですね、グリルが一応エッチングパーツ、まあ、ついてるんで、これを工作すると、はい。ここら辺ですね。結構ね、複雑な工作になってるんで、はい。で、これは、正面の、はい、車載機銃ですね、はい。とドライバーハッチとかの工作、はい。これですね、はい。まあ、アクセスパネルですよね、まあ、実質。あと、エアインテークのグリルとか、まあ、いろいろつけてます、はい。これは、リアフェンダーは切り取りしてですね、はい。取っちゃってるんですね、はい。まあ、あと、前初灯だとか、と、これが排気管周りですね。はい。リアパネルですね。はい。うん。車体はこれでもう、ほぼ完成かな。あ、ですね。はい。もう、はい。砲塔の組み立てですね。うん。まあ、ユニークな格好してますよね。まあ、イルベルビンドとはまたちょっと違ってて、はい。で、4連装のね、機銃とかは、オリジナルでもね、別途で出してますけど、まあ、非常にシンプルで、はい、もうマウントとかはもうこんな感じで、もう、モナカでちょこっとつけるだけですね、はい。この辺、ガンナのシートとか、サイト、はい。で、重心取り付けて、で、この辺は特に、まあ、エッチングパーツとかもなくて、はい。で、マガジン付けの、行角は一応選べますね。はい。接着のね、指定はなかったんで、これはもしかして、可動ですかね。はい。多分ここのリンクも接着してないんで、フレキシブルに可動するかもしれないですね。これはね、はい。はい。まあ、この辺は弾薬箱とかですね。はい。はい。もう、オート乗せちゃって、予備の履帯とかをつけて。これは何だろう。ああ、はいはい。これは多分、支柱ですね。はい。支柱っていうか、まあ、機銃を支えるベースになるところですかね。はい。あと、まあ、車体の脇には、これですね。はい。予備の機銃の予備弾薬のラックを、はい、新設してますね。はい。この辺は多分、従来のものを使ってるんでしょうけど、まあ、さすが白箱ですね。はい。留め具とか、エッチングパーツでヒンジも用意されてますね。はい。完成ですね。はい。完成ですね。はい。もうこれはもう、ここしか持ってないんで、塗装で1個しかないですね。はい。以上です。はい。いつものボードですね。マジックトラック、クリアパーツ、デカール、あと、エッチングパーツですね。マジックトラックです。はい。2種類のピースに分かれてます。履帯のピースです。表側ですね。はい。もうご覧の通り、非常にシャープですね。まあ、最近のね、よそのメーカーのやつとかも、まあ、見慣れてるんで、はい。普通に見えちゃいますけど、まあ、これもこれでね、はい。まあ、10年以上前にはできてたパーツなんで、素晴らしいでしょう。はい。奥まったとこっていうんですかね、そこの方、やっぱり、ちょっと中造品みたいな、はい、ゴツゴツした感じ出てますし、まあ、まあ、とにかくもう、本当にモールドがすごくシャープですよね。履帯の裏側ですね。はい。もうこっち、まあ、こっちの方はまあ基本ツルペタなんですけど、両脇の穴とかしっかり抜けてますし、ガイド方も非常にシャープにできてていいと思います。はい。押し出しピン、はい、全部ついてます。はい。はい。もうこれはもう、まめに消しましょう。はい。はい。Just do it。はい。ボードのパーツですね。はい。クリアパーツは、
ライトのレンズですね。それからペリスコープ入ってます。まあ、今回はまあライトのレンズですね。でデカールですね。鉄十字とまあ舞台マーク、それからあのこれは多分対空砲のあの魚角のところのゲージですね。これデカール入ってます。エッチングパーツは、ね、結構大判のものが入っててですね、まあ目につくやつはまあこの辺のあのエンジンルームですね。後部エンジンデッキのあの点検パネルのところ、はい、グリル関係ですね。はい、あと一部こういうあの対空機銃ですか、はい、サイトに連動しているようなパーツがついてます。でこの辺があの脇につく工具箱のヒンジとストッパーですね。はい、あとは見る限りは特に記述がないんで、オリジナルの T34 に使われるものですけど、まあこういうものが結構、まあ、余りますね。はい、箱組み済みの下部車体ですね。はい、まあ、パーツの分割はこういう感じですね。はい、あの表面処理はもう何もない、はい、もうツルペタですか、もうテカテカ光ってるの見えますよね。まあ、この辺はもうテクスチャーはもう各自つければいい。はい、でサイドのディティールですけど、まあさすがにモールドは甘いなっていう気はします。はい、まあ、どんだけ古いキットなのかなっていう気はするんですけど、まあこの辺はもう基本見えないですしね。はい、全然僕は気にならないですね。はい、溶接痕とかもまあないですね。はい、まあこの辺はもう逆にこういうものなわけですから、はい、まあ必要乏しきところはこう皆さんが楽しんで工作すればいいと思います。はい、ちなみにこれは1942ですね。モード1942のキットが元になってるみたいなんで、モノドラゴンは1940ですから全く同じものがつくわけではないということは一応お伝えしておきます。はい、車体のパーツです。上部車体ですね。はい、正面走行とリアパネル、あとこの辺のはい、アクセスパネルですね。まあ、この辺が分割されてます。よくあるパターンですよね。まあ、未だに新しいモデルもこういう分割多分していると思います。はい、走行表面とかね、結構これザラザラしてて、それらしいテクスチャーはついてますよね。はい、あとやっぱりドラゴンだけあって全体にシャープですよね。うん、ちょっと古臭いなっていうディティールなのは確かなんですけど、やっぱりボルトとかヒンジとか、はい、こういうフェンダーの上の、はい、こういうディティールとか非常にシャープでいいですよね。うん、こちらのパーツはもう多分車体に使うパーツなんでしょうかね。今回使うのはこの工具箱だけです。はい、ヒンジとかストッパーもエッチングパーツ使う人は削り落としですね。これはもうオリジナルの砲塔とかのパーツが入ってますね。今回使うのはこう前照灯、それからこの車体の前の、はい、U 字フック、これだけですね。はい、このランナーは、まあ、もうパーツリストにすら載ってなかったですね。まあ、見る限りは車体につくちっちゃいフックとか、これはベルトバックルなんで、まあ工具とかなんかを止めてる結束具なんですね。はい、まあ、この辺はもうちょっと余りますね。車体のパーツですね。このパーツは使うのはこれですね。はい、エンジンデッキの上の、はい、アクセスカバーとこれですね。はい、多分どっちか通りの基部みたいなパーツですね。まあこれだけ。この辺の手すりとかもう余ります。エッチングパーツの工作大変な方はまあこっちですね。もうグリルがくっついてるやつで、エッチングパーツでここを工作する人はもうこっち側ですね。はい、どうですかね。もうまあ要はヒンジの出来ですけど、多分今のと比べても変わんないですよね。はい、まあ素晴らしいんじゃないですかね。はい、これは T34-85 のパーツですね。はい、手法とかついてますね。使うのはこれですね。車載機銃ですね。正面についてる。あと、このパーツですね。多分、下部車体の増加走行かなんかですかね。はい、これだけです。今回は、このランナーは全部使うことになってますね。はい。まあ、フックの基部とか、ポールマウントっていうんですかね。はい、まあ、車載機銃の基部ですよね。はい。牽引ワイヤーのアイレットだとか、ドライバーハッチとか、まあ、いろいろついてますね。ハッチは裏側のディティールが多分つくと思うんで、こっち側も名もないですね。はい。
まあリフレクターとかですかね、あとホーンとかこういうものがついてますね。シャーダーのパーツです。今回はこのランナーはほぼ使います。使わないのはこれですね、はい、キードリンですかね、はい、これだけですね。リアパネルも、はい、正面走行もこれ使います。まあ制作面とかね、ディテールついてますね、はい、まあ多分溶接痕のつもりでつけたんじゃねえかと思うんですけど、実際は溶接痕はここには使わないんで多分違うけど、ちゃんとディテールがついてますね。はい。この辺もね、すごくシャープでいいんですよね。はい。この辺の点検口とかも、はい、しっかり分解されてて。これは、キドリンの基部ですね。リアパネルの下で、はい。溶接痕とかもやっぱないですね。うん。砲塔のパーツですね。はい。はい。まあ、正面走行ですね。もう本当に独特ですよね。でこの辺とかね、すごくシャープに、はい、成形されてて、で当然こういうとこは溶接されてて、溶接痕しっかりついてますね。これはさすがについてますね。うん、リベットとかも、はい、この辺は多分機関砲の筐体を脇で支えるパーツで、多分これが台座なんですよね、はい、これが、はい、これもう普通になんかもう生産されてるどっかの鉄骨っていう感じですよね。多分このために作られてるんじゃなくて、たまたまこの鉄骨ぶった切って、これ2本とりあえずこの下にかまして、これに機関砲をドンって乗せたっていう多分構造なんで、まあとんでもないですねこれね。いやもう、はい、まあ現地回収ですかね、はい。あ、そうですね。これはもう上ですね。はい。はい。あと、ドラゴンね、すごいところっていうのは、こういうところはもう、押し出しピンの後、もう落とさないですよね。はい。陸地をね、こういうところにちゃんと分散させて、で、内側も、溶接してるところは、はい。溶接痕、しっかりできてますね。うん。まあ、さすがですよね。こういうのはね。うん。これは、なんか木材で、車体脇の、予備弾薬のラックをこうなんか作ってたじゃないですか。まあ、あれの支柱っていうんですかね。あれの枠ですね。これね。はい。これ、まあ主にサスペンションのパーツですね。はい。大体同じのが2個入ってて、こっち側のランナーはここの部分ですね。はい。ドライバーハッチとあと車体の脇のエアインティークのグリルですね。このパーツが入ってますね。まあこれが車体脇のはい、エアインティークのグリルですね。どうですかね。まあ、こんなもんですよね。はい、今のパーツもね。はい。変わらないと思います。で、これ、ドライバーハッチで、これですね。これが内側のディティールで、これ使うやつですね。こっちは車体の中に入るサスペンションのスプリングの、はい、ボックスとか。はい。あと、まあ、この辺のパーツはもう全然使わなくて、これに至ってはもう、指の燃料タンク。はい。まあ、これががっつり、まあ、余りますっていう感じですか。はい。これはスイングアームですね。はい。気取りの基部かな。はい。うん。こういうところっていうんですかね。表面処理っていうのは、まあ、まだまだなされてなくて、はい。この辺はもう普通の梨地ですね。はい。うん。まあ、見えないですけどね。はい。はい。はい。天輪のランナーですね。まあ、木ドリンと誘導輪が主に入ってます。はい。まあ、それぞれ2枚ずつ入ってます。木ドリンです。今回はこれが指定ですね。はい。裏表。で、こっちのランナーは贅沢なことに誘導輪ですね。まあ、これだけですね。使うのは。あと、全部使わない。はい。結構凝ってるなと思うのは、やっぱり若干違う感じで気取り。T34 ってね、確かに、ホイールをしょっちゅう変えてるんですよね。生産時期とか、それから、まあ、生産工場によって、この点でバラバラだったりしてるんで、はい。その辺はやっぱり、まあ、現地で使ってたものとして、まあ、実写があったんでしょうから、その辺はしっかり、はい、使い分けてますね。ロードホイールですね。はい。同じランナーが2枚入ってます。
これはさすがに全部使います。これはロードホイールの、まあ、ホイールキャップですね。はい、でこれだと、はい、ゴムがついてるやつですね。どうですかね、はい、非常にいいですよね、シャープで、うん、多分あのこの辺のあのゴムの部分なんかはやりすぎっていうんですか、まあ、彫りが多分実写のもの実物より深いんでしょうけど、すごくこう目立つっていうんですか、はい、もう模型らしい、はい、35分の1の模型として非常にいい塩梅だと僕は思いますね。うん、うん、ね、ウェザリング絶対楽しいですよねこれね。はい、裏側ですね。はい、まああのおそらくあっても問題ないんでしょうけど、押し出し身などないです。はい、4レソ20ミリ機関砲のパーツですね。まあ、これは主にまあ砲火ですよね。パーツの数はね、あのマニュアルで見た限りはあんまないイメージでしたけど、結構細かいパーツがいっぱいついてますよね。でまあもうこういうところのディテールが非常にシャープですよね。まあ、あの子供の頃ね、あのやっぱりタミヤの、はい、やつ作りましたから、まあ、全然違うなっていう感じですけど、はい、まあ、この辺はね、あのいやいやもうパンツァーマスターさんちょっと待ってくださいよと、あのタミヤの古いのと比べるのはさすがに勘弁してくださいよとか、まあ、言われそうですけど、うん、非常にいいですよね。はい、うん、当然やっぱりあのかなり目立つところではあるはずなんで、押し出しピンの跡なんかもまあないですよね。はい、あの弾薬箱のパーツが入ってますね。はい、同じランナーが2枚あるんですけど、これ38Tのパーツですね。はい、あの使うのはもうこれだけなんですわ。はい、20ミリ機関砲の弾薬箱これだけ。はい、これが蓋ですね。まあ、非常にシャープで機関砲のパーツです。同じランナーが2枚入ってます。結構あのいろいろついてるんですけど、使うのはあの重心、はい、それからあの多分これサイトが連動してる、はい、あの指示か、あとまあマガジンですよね、20ミリのとハンドルとかですかね。はい、まあ、このぐらいですね。20ミリ機関砲の重心ですね。まあさすがですね。もう素晴らしいじゃないですかね。シャープですね。もう本当に、フラッシュファイヤーとかあの貫通してないですけど、細かいマズルホールのモールドついてますし、ハイダーも当然穴が開いてて、まあ若干分厚いかなっていうぐらいだから多少削ればいいですかね。はい、もう本当にもう火の打ちどころのない中心ですね。うん、素晴らしい。もうこれ以上のものはもう金属欲しいんですか、ここ以外ないんじゃないですかね。はい、はい、マガジンとかですね。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。はい、まああの車両の選択自体はいかにもサイバーホビーらしい車両でしたよね。あの毎回ね思うんですけども、そのドラゴンってやっぱりもう10年ぐらい前までには今あるキットのまあほとんどのまあ構成が全部できてたわけですよね。はい、まあ適宜新しいキットに関してはパーツを新造したりしてるんですけど、やっぱり主要なコンポーネントの T34 の車体、それから 20mm の4連装の機関砲は全然今でも通用する素晴らしいものでしたね。はい、まあよく言えばその車体は表面のテクスチャーっていうんですか、もうその最近あのこう溶接したとことか鋳造したとことか、もうありとあらゆるところにまああの綺麗なものが最初からついてるわけですけど、当時はまあまだそういうものがねあのこう行き渡ってなかった時代だし、あの今となってはもう逆にあのそういうものを自分で作る方法っていうんですか、トキパテとかね、あの接着剤をこう塗ったりとか、まあいろいろなあの手法が開発されてるんで、逆にあのそこはもう組み立ての過程の中で楽しめる部分だと僕は思ってますから、もうベースのキットとしてはもう全然いいじゃないですかね。はい、あのいじりがいもある感じですし、いいキットだったなと思います。はい、あとはもうあの T34 に関してはベースのキットとモノドラゴンで出るものって、まあ、若干違うと思うんで、
全くこういうものがつくじゃないと思うんですけど、まあ同じぐらいの年代にほぼほぼ出来上がってたものですから、まあ作り自体はもうこのぐらいのものがついてくるってことなんで、もうほんと楽しみですね。はい、もう何しろドラゴンの T34 はもうことごとく廃盤で、まあ最近高騰してるんで値段もね高くてなかなか買えねえやっていう人も多いと思うんで、これはもう期待していいと思います。あ、もう当然僕予約してるんで、入ってきたらまあレビューしますから、はい、それもぜひ期待してください。はい、はい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー。